皆さんこんにちは。 MMA 言語化挑戦中です。今日はですね、僕のチャンネルに初めてゲストの方が、来てくれています。この方です。お願いします。はい、奈良県桜井市で M3A フィット、今年の11月には奈良県王寺町、王寺駅前に2店舗目となる M3A フィットプラスをオープン予定の MMM チーム代表マイクと申します。ただいま2店舗目オープンに向けてクラウドファンディング実施中です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。選手としてもまだ元気です。元気お願いしませんさすが。今日はですね、このマイク選手、そしてまあジムをされているマイク代表にちょっとインタビュー形式の動画を撮っていきたいんですが、僕とマイク代表の関係はですね、僕が現役で MMA をやっていた時の先輩に当たります。まあ僕がアマチュアシュートとか出てた時はセコンドにもついていただいて、その説は大変お世話になりました。ありがとうございます。そんな時もありましたねで今日はですね、こんなマイク、選手にですね、まあインタビューしていくんですが、今回のメインテーマとしては、まあ、日本 MMA における東京と地方の違いというようなテーマで、インタビューをさせていただきたいと思います。早速なんですけど、マイク選手のちょっと、格闘家としてのキャリアを少し教えていただいてもよろしいでしょうか。ですね、まず僕は、まあ、MMA がやりたくて、高校からレスリングを始めたんですけど、大学がまあレスリングで進学して、で大学の校舎が東京と埼玉にあったんですね。でなのでレスリングで上京して、そのまま東京に行き着いちゃった感じですね。でまあ東京にはトータルでまあ18年ぐらいな感じですね。でざっくりまあ選手のキャリアを言うと、アマチュアシュート全日本選手権で優勝して、シュートでプロデビューして、パンクラス、ディープ、グラディエーター、あとはまあ中国だったり、韓国の海外の大会にも出場して、第2代、グラディエーターフェザー級王者になりました。で現在は奈良で、選手として活動されているということなんですけれど、はい、まず最初に奈良ご出身で、まあ、奈良県でさっきのお話でレスリング、まあ、始められて、で、まあ、そのまま、先ほど東京に居着いちゃったっていうお話をされたんですけど、奈良に戻って MMA をやろうとは思わなかったんですか。その当時の話ですか。当時、はい。そうですね、まあ、まず奈良にはなかったんで。あ、当時はちゃんとした MMA の自分が。ああ、なるほど。で、まあやっぱりその時ね、一番環境が良かったのは東京だったんで、まあ、今もまあ間違いなくね、まあ環境的には東京が一番いいと思うんですけど。で東京でまあ長くキャリアを積まれて、まあ、奈良県に戻って、まあ、再びというか、まあ選手としてのキャリアを積んでいき、さらにまあ奈良県でジムを開設されたということなんですけど、まあ、拠点を奈良に戻す、何かこう理由とかきっかけはあったんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり、まあ奈良にね、MMA のジムがなかったっていうのが、まあ、これが大きいですよね。ああ。東京に、まあ、18年ぐらいいると、やっぱり知り合いとかもね、やっぱり地元にはほぼいなくなるし、まあ、東京の方がね、圧倒的に多くなったんですけど、まあ、ジム出すってなった時に、やっぱすごい迷いましたよね。まあ、奈良に出すのか東京に出すのか、まあ、2年ぐらい迷ったんですけど、まあ、やっぱり奈良に出したいなっていうのがあって、やっぱり、まあ、奈良ってこう
地理的にね、こう大阪の隣なんですよ。はいはいはい。で、やっぱ大阪はやっぱり東京の次にね、やっぱり MMA が盛んじゃないですか。まあ、ね、東京の次に多いし、まあ、ジムの数だったり選手の数だったりもやっぱり東京の次に多いと思うんですよね、大阪って。なんでこう奈良県の人って今まで MMA をやりたいなと思ったら、まあ、大阪まで出る必要があったんですね。でもそれだとね、やっぱり奈良のね格闘技シーン盛り上がらないし、せっかくね奈良ってね結構あの柔道だったりレスリングがね強い県なんで、もったいないなと思ったのもあって、やっぱりジムってね、まあ家から近いところに行くし、奈良にね MMA のジムがあったらいいなと思ったんですよね。どちらかというとこう地元への還元というか、まあ、地元で、まあ、貢献したい、格闘、地元の格闘技界に貢献したいっていうような気持ちが強かったっていう感じなんですかね。なんかね、最初はやっぱり、そんな、殊勝なね、こと言ってられなかったですよね。やっぱりその、ジム始めたばっかりって、会員さんもいないですし、うん、やっぱりその自分自身が生きていくためだけにいっぱいだったんですよね。でやっぱりそのジム始めて1年ぐらいしたらね、まあ、1年半ぐらいかな、まあ、コロナが来たりしてね、すごい大変だったんですよね。でやっぱり今はこう、まあ、経営も安定してね順調にこういってるんで、やっぱり、まあ、地域にね何かこう、まあ、地域活性化じゃないですけど、まあ、いろいろ大会を開いたり、やってますけどね。なるほど。で、ちょっと今、まあ、ジムで、まあ、ジムを奈良に作られて、まあ、活動されているっていう、まあ、今、まあ、選手兼、まあ、経営者という立場であると思うんですけれど、ちょっとまずは、マイク、選手の立場からちょっとお聞きしたい、お話なんですが、はい、まあ、東京で、選手として活動するのと奈良県で選手として活動するの、それぞれ何か違いとかはありますか？まあ、やっぱりさっきも言ったんですけど、環境がね違いますよね。やっぱり日本で今一番ね MMA をやるにおいて環境がいいのは、あ、やっぱり東京だと思いますね。それはやっぱり、まあ、僕もまあ、東京にずっといたんで間違いなく、まあ、そう思います。ちなみに今の環境ってお話だったんですけど、はい、それはどういう意味でしょうか。例えばジムが大きいとか、うん、選手がたくさんいて、まあ、練習相手がいるとか、まあ、どのあたりが大きい。そうですね、やっぱり単純に圧倒的にやっぱジムの数違いますし、やっぱり選手の数も違いますよね。まあ、ただまあ、僕、まあ、東京にいてて思ったことは、まあ、その、地方からね、こう、東京に出てくる選手もたくさん見てきたんですけど、まあね、なんか、正直、こう、パッとしないなって選手も多いなと思ったんですよね。なんかこう、東京にいたからってね、もう強くなれる時代じゃなくなってきたなと思いますし、東京にいた時にね、この選手、強いなって思った選手は、やっぱり、めちゃめちゃこう考えながら練習してるなっていうのはやっぱり感じましたよね。やっぱり、そうですね、やっぱ今って結構、地方にもね、強い選手いっぱいいるじゃないですか。北海道だったら、山本空選手だったり、西川山選手、沖縄だったらね、沖縄はすごい強い選手多いと思うんですけど、やっぱり一番挙げるとしたらやっぱり平田達郎選手だったり、まあ、岐阜だったら、田丸選手だったり、山口県には真島選手だったりして、まあ、こうあんまりこう差がなくなってきたのかなと思うんですけど、
MMA 自体が、ね、まだまだこう歴史が浅いスポーツなんで、練習方法とかも、まあ、いろいろそうなんですけど、何が正解かなっていうのはまだまだ、ね、こうないのかなって思うんですよね。技の、まあ、トレーナーだったり戦略も結構変わってきますし、まあ、なのでこうジムでこう教えられたことをやるっていうのももちろん大事だと思うんですけど、まあ、自分でいかに試行錯誤して練習やっていくのが大事なのかなって思いますね。まあ、地方でもやっぱりね、いろんないいジムがあるんで、強くなる環境っていうのは出来上がってきてると思います。まあ、マイク選手は東京にいらっしゃった時は AACC 所属で、まあ、東京の中でかなりもう名門と言ってもいいジムだと思うんですけれど、はい、まあ、そんな中、まあ、まあ、ライジンなんかに出てるような選手とも一緒にトレーニングされてましたよね。そうですね。もうなんか、まあ、僕も結構ね、パラエストラ松田だったり、クレイジービーだったり、まあ、いろんなジムで稽古行ってたんで、まあ、結構大抵の練習、まあ、大抵の選手と練習してるのかなって思いますね。やはりそういった選手たちと、まあ、練習してて、先ほどおっしゃってたような、まあ、自分で考える、ことの重要性っていうのを、まあ、見てて感じ取ったっていうことですかね。そうですね。で、その考えを持って、まあ、今奈良でジムを作られてるわけですけど、まあ、奈良でもその要は東京に負けない練習環境を作れるという、こうなんていうか自信みたいなものは今ありますか？そうですね。やっぱりちょっとまだ今はね、やっぱり東京のまあトップって言われるねジムに比べるとまだ追いつかないのかなと思ってますけど、まあ、結構それ以外のジムだとね、全然今遜色ないのかなと思ったりしてますね。実際、まあ、ジムを開かれてこれだけ短期間で、まあ、プロの選手を何人かもうデビューされてますよね。そうですね、プロも何人かデビューしてて、結構うち MMA のジムなんですけど、まあ、MMA の選手も多いんですけど、キックやりたい子も多くて、で、まあ、K1 アマチュアっていう大会あるんですけど、まあ、そこで優勝して結構、プロのね試合のオファー来たりとかしてる子もいるんで、まあ、あと柔術出てる選手も多いですし、結構、まあ、MMA だけじゃなくていろんなところで、強いなって思える、まあ、選手増えてきましたね。まあ、それは僕も練習になるんでめちゃくちゃ嬉しいですね。これだけ、まあ、短い期間でそれだけこう選手を育成できた、まあ、何ですかね、こう秘訣というかこれが重要だったっていうのは何か手応えにあります？僕はそのもちろん、まあ、こう師匠って呼べる人がいて、まあ、その人から学ぶことも大事だとは思うんですけど、やっぱそれ以外の選手だったりコーチからもやっぱり学ぶことがすごい大事なのかなと思うんですよね。それってなんでかっていうと、それはやっぱり選手それぞれによってこう技の引き出しって違うんで、まあ、やっぱり僕だとレスリング出身なんで、まあ、組み技に対しては自信があるけど、まあ、打撃に対して自信がないわけじゃないんですけど、やっぱ打撃に関しては打撃専門の選手に学んだりとかした方がいいと思うんですよね。なんで、まあ、一応今うち、まあ、MS ヘッドに関しては、まあ、ブローズっていうねジムから福島コーチ来てもらって、あとは TK68 ですね、シュートの元の艦隊兵フザー級チャンピオンのトーマ選手だったり、あとはパラエストラ天満の富田選手だったり、で打撃の日には、まあ、今 K1、まあ、ちょこの前の、ね、K1 福岡大会にも出てたね、峰大輝選手だったり、まあ、組み技に関してはやっぱり
柔術全日本3連覇してるね、松本先生だったり、まあ、いろんな先生がいるんで、やっぱりそういった方々に助けてもらってるのが一番大きいんじゃないかなと思ってますね。あ、今マイク選手というよりはマイクコーチというような立場のお話だったと思うんですけれど、はい、まあ、指導者としては、まあ、言ったら自分の弟子というような選手を、まあ、一人で抱え込んで教えてしまった方が、なんていうんですかね、まあ、やりやすい部分も多少あるとは思うんですけど、いろんなコーチの人に来てもらうっていうのは、それの難しさみたいなものはありますか？そうですね、やっぱりこう選手がね、試合が近い時とかはちょっと内容変えてもらったりとか、まあ、僕自身その日担当する、まあ、インストラクター、まあ、インストラクターだったりコーチにはちょっとこういう内容やってほしいとか、まあ、ちょっと言ったりする時もありますけど、基本的にはもう先生にはお任せしてます。うん、ちなみにマイク代表の、まあ、指導された、まあ、選手で朝倉未来チャレンジの方にも行かれた選手もいらっしゃいますよね。あ、はい、いますね。畠山祐介君ですね。実際、まあ、自分のなんていうんですか、手元を離れて一時期別の、うん、まあ、選手に指導してもらうっていうことに関しても、それはいい刺激というか、そういうプラスの面で捉えられたということでしょうか？そうですね、やっぱり、まあ、僕もさっきも言ったんですけど、いろんなジムに出稽古行ってたんで、やっぱり他のジムに行ってこうやっぱり刺激受けることも多いじゃないですか。でやっぱり普段こうやらない選手だったりと、まあ、組み合ったりする機会もあるんで、まあ、いいことだと思います。はい、で今実際、まあ、その奈良県、先ほど大阪の隣にあるっていう話もされてたんですけど、まあ、大阪の選手が結構出稽古に来たりもされてる、まあ、特にライジンファイターなんかも結構来てるっていうのは SNS なんかでも拝見するんですけれど、かなりこうどうなんでしょう、盛り上がってきてるというか、強い選手が集まるチームになってきてますか？そうですね、やっぱり結構出稽古にも来てくれるんで、すごいありがたいですよね。やっぱり僕がなんていうんですかね、一応代表なんでジムには行っとかないといけないっていう部分もあるんで、向こうから来てくるとめちゃくちゃありがたいですよね。ちなみに、まあ、どのような選手が来られてますか？そうですね、今だと三重でジムやってる、まあ、Nトラストっていうジムっていう鍋選手だったり、やっぱり、まあ、今村選手だったり、まあ、この前グラチャンで勝った選手だったり、今ちょっと前だと萩原恭平が来たりとかしてました。やっぱりこれまだジム開いて何年でしたっけ？ジム開いて今年の11月で、丸4年ですね。4年でそれだけ、まあ、関西の、まあ、強豪選手たちが集まるようになってきたっていうのは、これはどうなんですか？マイク代表としては、まあ、想定内だったのか、それともちょっとびっくりなところがあるのか。まあ、全然なんかこう予想してなかったですよね。なんか、まあ、自分のところの選手でこうやっていくっていうのがやっていくのかなと思ってたんで、なんかわざわざないこう大阪とか三重とかから出稽古来てくれるなんてめちゃくちゃ嬉しいですよ。それ何かきっかけがあったんですか？まあ、結構なんかね、練習来た人がまた連れてくるみたいな感じなんですよね。それはやっぱり東京だとちょっと難しかったっていうところありますかね、仮に東京でジムを開いていたら。東京でジムを開いてたら、それだけ選手がこの4年で強い選手が集まってきたり、プロ選手をこれだけ育成できたかっていう点に関して。なんかそれちょっと東京にジム出してないなんとも言えないですけどねどうなんでしょうね。まあそういうジムになったかもしれないし、なってなかったかもしれないですよね。奈良だからやりやすかったとも、まあそれはまあ東京で出してないからまあなんとも言えないけど、なんとも言えないですけどねまあでもすごい今アマチュアの子たちもね、すごい、まあ、やる気があったり、まあ、今中学3年生でね、
まあ、中学生のあの MMA の大会あるんですよ。ジュニアシュートっていう大会あるんですけど、まあ、ゴールデンウィークに、まあ、全国大会あったんですよね。でも、まあ、それジュニアシュートでね優勝した子もいるし、結構高校生とかでもね、なんていうんですかね、こう今後こう格闘技で、ね、こう飯が食えたらいいなっていう相談をねしてくる子たちもいたりね、こう若い世代がだんだん育ってきてるなっていうのを感じますよね。先ほどマイク選手として、まあ、キャリアをスタートさせるときに奈良県には、まあ、当時はジムがなかったとお話をされてて、うん、で今ご自身がジムを作られて、そういったまあ将来を担う若い選手たちが、まあ、地元で MMA を学べるという、そして強い選手も実際、まあ、育てられていらっしゃるという現状になっているわけですけど、まあ、それでもやっぱり先ほどマイク代表がおっしゃったように、まあ、東京の方がやはり環境はいいっていう話だと思うんですが、この東京と地方でやること、まあ、地方で MMA をやっていくことに関してメリット、デメリット、それぞれ何かこう感じるところってありますか？なんか僕奈良に帰ってきて思ったのは、やっぱりちょっとまあ違う話かもしれないんですけど、めちゃくちゃスポンサーがつきやすいんですよね、地方の方が。あ、地方の方が。地方の方が、まあ、僕個人の意見なんですけど、これね、本当奈良に帰ってきてね、めっちゃ思いましたね。東京だとやっぱりスポンサーつけるの大変でした。東京の時の方が大変だったですね、やっぱり。大変でしたね。なんでやっぱり地方でこんなって言ったらあれですけど、MMA やってるって、めっちゃ珍しいと思うんですよ。ああ、なるほど。で、やっぱり、こう、応援してやろうみたいな人が多くて、東京だと、まあ、もちろん、企業もね、多いと思うんですけど、もう選手もね、めちゃくちゃ多いじゃないですか。はいはいはい。だからもう、全然目立たないんですよね。地方の方が、まあ、その地方で目立ちやすいというか、まあ、応援してもらえる、応援したくなる選手になりやすいっていうところはある。それはメリットっていう感じですか？そうですね。やっぱりスポンサーがついたら、ね、まあ、その分ね、仕事の時間削って、まあ、練習したりすることもできるし、やっぱりハードなスポーツなんで、まあ、体のケアにね、まあ、お金をかけたりするっていうのも、まあ、僕自身は大事だと思ってるんで、まあ、そういうのに、まあ、こうスポンサーさんからいただいたお金を使うっていうこともできると思うんですよね。まあ、やっぱりデメリットというとやっぱりね、まあ、やっぱりシュートだったりディープ、パンクラス、まあ、やっぱりこうランキングに関わる大きな試合だったりね、そういうイベントになってくるとやっぱり圧倒的に東京の方が多いと思うんですよね。やっぱり地方の選手ってやっぱその、まあ、例えば関西圏だったら、まあ、関西圏での、まあ、ディープをまず連勝しないと東京の大会に来れないのかなって思いますよね。都心の近くに住んでるだけでやっぱり呼ばれるっていう選手もね、まあ、いっぱいいると思うんですよね。やっぱり地元の選手を使うっていうのが一番だと思うんですよね、優先的には。そういったデメリットはね、あるのかなと思いますね。まあでもなんか、まあ、コロナがだんだんね、明けてきて、こう、いろんな団体が興行の数を、ね、こう増やしてきて、結構今なんか選手の取り合いになってるなって思う部分もあるんですよね。なんで結構、まあ、地方ローカルの大会でもこういい勝ち方してちょっと PR したら結構東京大会に呼ばれてる選手もね結構最近見るんで、もうかなり売り手市場な状態になってきてると思うんですよね。なんでね、まあ、どんどん PR していけば、
まあ、地方の選手でも東京の大会に呼ばれることは全然、まあ、難しくないのかなって思ってます。以前よりも地方の選手が、まあ、いわゆる東京の大きな大会に呼ばれるチャンスっていうのはつかみやすくはなってきてるっていう感じですかね。そうですね、やっぱり、まあ、例えば今ライジン出ているあのノブ選手とか、まあ、ワードックのストロー級のチャンピオンですけど、まあ、ライジンのね、柏木さんがね、こう地方の大会を見て回っている時に、まあ、目についた選手って聞いたんで、まあ、どこにチャンスが転がってるのかわかんないですよね。まあ、彼は今ね、ライジンで結構、ね、この前もね、沖縄大会もいい勝ち方して、また呼ばれると思うんですよね。で、まあ、ワードックって、やっぱり、まあ、言葉を選ばずに言うと、地方ローカルな大会だと思うんですよね。まあ、経験を積むという部分では、すごいありがたい大会ではあるんですけど、なんで、本当にチャンス、めちゃくちゃ転がってると思うんですよね。そうすると、まあ、マイク代表が作られた、まあ、N3 エキットみたいなジムも、これから、まあ、どんどん増えてくると思うんですよね、東京以外にも。こう、MMA、今まで学べなかった地方でも。うん、で、そうすると、まあ、これから、まあ、MMA で、まあ、将来、ライジン出たいとか、UFC 出たいっていうような思いがある若い選手たちが、まあ、マイク代表が、デビューされた頃は東京に行くしかなかったけれど、まあ、地元でも十分強い選手が育ってて、そしてまあ東京の大きな大会にチャンスをつかみやすくなってきたっていうのは、これはいいことかなと思ったんですけど。そうですね、やっぱ日本全体の総合格闘技のレベルの底上げに なると思うので、ただまあやっぱりそうは言っても東京には強い選手が多いと思うんで、まあ、出稽古でね行ったりとか、まあ、例えば1週間だったり2週間だったりで東京に行くっていうのは全然ありだと思うんですよね。結局もう、まあ、格闘技って個人スポーツですけど、やっぱり練習する相手がいて、まあ、試合する相手がいて、まあ、指導するね、まあ、コーチだったりインストラクターがいて、やっぱり個人スポーツなんですけど、僕はチームスポーツだと思うんですよね。なんで、まあ、どこまでこう真剣に、自分を見てくれるのかっていうのも大事だと思うんですよね。ジムの代表だったりコーチがですね、やっぱアメリカだとね、まあ、大きいジムだとやっぱりレスリングはレスリングのコーチがいたり、まあ、柔術は柔術のコーチがいたりで、やっぱりコンディショニングを見る専門家がいたり、もう分業化してると思うんで、やっぱりそういうのも大事なのかなと思ってきますよね。やっぱりそういった意味では、まあ、今後、まあ、まだまだ今のお話だと東京の、まあ、強さというかそういった部分あると思うんですが、まあ、地方との東京の差が縮まってくれば、まあ、だんだん日本全体の MMA のレベルっていうのは上がってくると思うので、まあ、今後もぜひ、うん、マイク代表にはね、奈良県で MMA を盛り上げて、そしてゆくゆくは世界に通用するような選手をね、育ててほしいなと思うんですけど、まあ、改めて最後に、まあ、皆さんに伝えたいことと、あと、2店舗目を出されるということで、その辺も、はい、奈良県の皆さんに向けてアピールをお願いします。これ僕のね、ジムを、まあ、オープンした時からのねキャッチフレーズがやっぱり格闘技で奈良を元気にっていうのはね、もうこれはずっと言ってきてることなんで、まあ11月にね、王子駅前に2店舗目の N スイフィットプラスをオープンしますけど、まあ今後もね、奈良市だったり、まあいろんな地域に、ジムを増やして奈良県、全体をねやっぱり格闘技で、元気にしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ今日は、マイク選手兼マイク代表に、インタビューさせていただきました。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。